県庁内にあります食品流通課の方にお邪魔してます、来てるんですけどね、今回ですね、あのお世話になります、はい、谷口さんです、よろしくお願いします。お願いします。谷口さん、この食品流通課の人ですか？はい、食品流通課の人ですよね。はい、で、はい、で、早速なんですけども、うん、この和歌山のブランドがあると聞いたんですけども、うん、これ何なんですか、ね、何でしょう？それはあの和歌山ポンチです。和歌山ポンチ、和歌山ポンチ、和歌山ポンチ、フルーツポンチみたいなこと。これはですね、うん、あの和歌山県っていうのは、うん、果樹生産国が全国第2位のフルーツ王国なんです。はい、和歌山にこう愛着とか誇りを持っていただこうと思いまして、うん、平成21年7月に県が音頭を取って、うん、全国和歌山ポンチ協会が発足したんです。和歌山ポンチを通じてですね、うん、まあ、農業であったり外食産業、うん、学校教育において、まあ、地域の活性化を頑張っていこうというふうに取り組んでいるものなんです。まあ、実際にね、見ていただかないとわからないと思いますので、うん、行ってみましょう。さあ、えらい落ち着いた雰囲気。そうです、店に谷口さんやってきましたけども、ね、どういうお店なんですか？ここは日本料理屋さんです。いや、表さんと全然違いますね。初めに訪れたのは和歌山市黒田にある味どころ三花見さんです。そしてこちらにお住まいの田上さんです。あ、よろしくお願いします。お願いします。三花見さん、美味しい和歌山のこの果物を通して美味しい和歌山、美しい和歌山、うん、で元気な和歌山をした和歌山ポンチに仕上げて。ちょっと大丈夫ですか、ケンちゃんのイメージ。さあ、それではここでユッキー問題です。和歌山ポンチには絶対入れなければならない特産品があります。さて、それは何でしょう？さあ、3択で答えてくれないとダメですよ。和歌山といえばよ。さあ、さあ、早く早く早く、ほらほらほら、当ててみ。これ1番。さあ、どうでしょう？まず、和歌山産の、梅の甘露煮、なんかシロップを使用してる。梅の甘露煮。さあ、正解は和歌山県産の梅の甘露煮またはシロップでした、うん、その他、はいはい、県産のフルーツを一つ以上使用することなどが和歌山ポンチで定義付けられていますと。なるほど。みずみずしい、おいしい、おいしい、和歌山のおいしいみかんでございます。これもう一種類入ってるだけでも和歌山ポンチですから、クリアということで。クリアですね。ただね、今クリアって言いましたけどもね、栗入ってますよ。あ、まあ、限定コースの中には最後に和歌山ポンチついておりますし、まだ、はい、今回出させていただいてるのはこれ単品の和歌山ポンチになってますんで、はいはいはい、食後に頼まれるお客さん、いやー、いや、おいしい。どうですか、お客さん？いいなし。で、いちじくですね。いちじくもすごく今おいしいですね。はい、贅沢ですね。このふんだんに使って。手間暇かかるでしょ、このポンチ。肩に。はいはい。なんかこう、サービスと言いますか。ここでね。おねだりタイム。これ今回おねだりタイムを設けております。お願いします。ポンチ。谷口さん、ちょっと違いすぎちゃいますか、これ。新コーナー。この和歌山ポンチ単品を、はい、ご注文していただいたお客様に限り、うん、ソフトドリンクを一杯サービス。和歌山ポンチを楽しんだ後にソフトドリンクを無料でいただける。ただの方にやってまいります。旅番組みたいになってる。私も連れてってよ。旅行客の方がお泊まりにしたりとか。はい。あ、なるほど。はい。それでは和歌山ポーチ登場です。いらっしゃいませ。あ、よろしくお願いします。秋田に秋山さんが。はい、そうですね。秋田に秋山。はい。お、あら、これまた先ほどとはちょっとポップな感じがね。違う違う。これはあのジンジャーエールを使った昔ながらのフルーツポンチをイメージして作ったジンジャーエール。わかります。はい。生姜丸絞りジンジャーエールって言ったの。あらあら。JA さんで作ってらっしゃる。あ、そうそうそう。知ってるやろこれ。ここラボでもね紹介いたす。これめっちゃ美味しいもんね、これ。生姜ジンジャー。ジンジャーエールも和歌山で行こうと。なるほど。ちなみにこの中に入ってる果物で和歌山産のはあるんですか。はい。今回使っているのは柿とみかんとあと巨峰です。おー、いいですね。柿とみかんと巨峰、もちろん梅も入ってる。梅も入ってる。なるほど。あー、爽やかやな。いや、いいな。これこれこれ、絶景でいただく若ポン。東の元のものがいいだろうね。いいですね。おいしそう。これやっぱジンジャーエールと合うね。合いますね。っていう感じが美味しい。これは一応あのジョワジョワ系ポンチなんですよ。ジョワジョワ系ポンチ、言うとしてることは分からない。なるほどね。ジョワジョワっと食べていただいた人にしか分からないこの気持ちなんですよね。来ました。はい、提供させていただきます。200円。いいんですか？赤字価格。ちなみにこれ31日100円。はい、300円でいただけると。これユッキーほんま言うとくけど、あの一緒に出てた谷口さん、うん、いや半端なくできる子やしゃべりも達者ですか。ほんまに、だからほんまに達者よ。
方がいい。いやそう、はい、まあ変わるというかまあどうやろうな、まあ、まあでも変わってもらおうか。いやそれはまずい。ただ、はい、ゆき、はいはい、この後まだまだ和歌山ポンチのお店は信州そば信濃路本町店です。和歌山ポンチ界最大手で11店舗で展開しているんです。あ、チェーン店なんですね。はい、だからこちらのお店以外のお店でも全てこう和歌山ポンチを出してると。すごい、こんなん言ったらもう喋られへんよ。失礼いたします。あ、お願いします。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 おー、また違う形でございます。おー、落ち着いた雰囲気だね。和風な、また違う形で。違う違う違う。中に2種類のアイスクリーム入ってございます。アイスクリームの方が和歌山産の梅の甘露煮と牛乳から作られたものでして。いただきます。はい。あ、甘露煮ですね。甘露煮の甘露煮でした。あ、美味しい。これアイスはこちらカルピスの方も中で入れてお出ししてる。入った状態で、はい。あー、このね、濃厚なタイプのカルピスや。全然人参の感じはないですね。人参なんやこれ。あとトマトとイチゴとオレンジも入ってる。野菜もね、一緒にいただけるシャーベットの中にも。あ、味しませんでしょ。トマトあかんやろな、うん、ほら、トマト嫌い克服しました。あれいけたよ、これから岡山県産のもの、はい、すっごい冷たくて美味しい。下まで行ってもらったら、あとリンゴのカットしたものと。そんなの隠れてるんですか。ほんまやほんまや。牛乳寒天も入ってるんで。いや、どんどん楽しめるやん。お子様が好きなような。そうなんです。で、お子様つながりなんですが、うん、この和歌山ポンチがですね、うん、なんと和歌山大学附属小学校の児童さんが考えたレシピを信濃路さんが重視してこう商品開発したっていう。すごいでしょ。コラボして、コラボしてます。すごい。だからもうこの和歌山ポンチの中には和歌山の子どもたちの夢がいっぱい詰まってます。毎日美味しいはず。何かこう来ました、おねだりタイム。なんか違う番組みたいだよ。本当に。今谷口から話す。お願いします。コラボ見たよっておっしゃってくださったお客様には、はいはい、通常480円の和歌山ポンチなんですけども、うん、300円で、うん、ありがとう。ありがとうございます。しかもね、全店でいただきますから。和歌山ポンチを楽しんでいただくことができるんです。中国料理、どうぞ。さあ来ました、よろしくお願いします。お願いします。はい、来た来た。さあ、おー、和歌山ポンチということなんですけど、こちらの特徴はどういったものなんですかね。杏仁豆腐と、杏仁豆腐、はい、ウーロン茶アイスを。ウーロン茶アイス、そうですね。食べた感じではもうウーロン茶をほんまにアイスにしたっていう感じ。まんまでだよ。まんまのウーロン茶。まんまやまだよ。いや、出口さんの言う通り、ウーロン茶。いや、ウーロン茶やけど、このウーロン茶にこの砂糖を加えたというか、甘みが。これは多分液体じゃないですか、もともこの液体なんですか。うん、それ上からかかってね、やっぱり和歌山の梅シロップ。梅シロップ、梅シロップ、梅シロップ、そう、地元ナイスコメントの後の梅シロップ、このウーロン茶アイスを生かすフルーツたち、うん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 、そしてこのフルーツたちとウーロン茶アイスの相性があっての中華風の和歌山ポンチ。和歌山ポンチでも全然味違いますね。そうですね、まあ、こちら中華風ということでね、和歌山ポンチももうワールドワイドになってきてますのでね、うん、はいはい、はい、え、マッコーのおやつ研究室。なんで絶対パクってるやん。イエイ。それではここで問題です。こちらの中国料理ニーハオさんでは月に1回ある催しが行われています。その催しとは一体何でしょうか。さあ、ユッキー答えで、何もう口頭で答えて、何もこちらです。正解はジャズ。すごい。ジャズ。ゆきダメ。いや、美味しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。っていうところなんですけども、ジェイコのテレビを見ていただいたという方、はい、見たよ、見たよっていう方に先着5名様、5名様、はい、限定で和歌山ポンチニーハオスタイルを、はい、無料で。無料だね。コラボを見たぞという方は無料で。無料で。先着5名ですよ。急いでくださいよ。素晴らしいですけども、はい、もっとするがあるんですよね。そうなんです。実はこの和歌山ポンチのお店、実は35店舗現在あるんですよ、で、まあ、少しずつね、あの和歌山県のために貢献したいという、ね、お店の方が一緒になって、まあ、少しずつまた増えてきているんですが、はい、35店舗35用、はい、そうですよね、楽しむことができます。うわ、両方で興味持った方も全種類制覇を、いや、ぜひしていただけたらなということでございまして、うん、今日は一日ありがとうございました。ということで、スタジオには谷口さん、うん、イエーイ。
母研究員になりました谷口です。よかった、よかった、よかった。ちょっと待って、なんか声が、なんか声聞こえるよ。どこ、部外者、部外者、ちょっと一回カメラ止めて、カメラ止めて、部外者、部外者、ちょっと待って、あの、すみません、どういうこと、今本番中なんですか、見学禁止よ。どういうことですか。いや、あの、もう全く違和感ないように、もう研究員でも来てくれてるから、谷口さんが、え、今日はあのお土産を、和歌山ポンチのお土産持ってきたんで、 ありがとうございます。ゆきさんもどうぞ。ゆきさん、え、優しい、和歌山ポンチですよ。和歌山ポンチはゆき、おいしい、おいしい、すねた、いや、すねんで、ゆきももらって食べよう。すいません、これを食べて機嫌直して、今回あのスパンお世話になりました。いただきます。お母さん的立場で、こちらの和歌山ポンチはですね、全国和歌山ポンチ協会、和歌山県ファミリーマート、そして和歌山大学附属小学校4年 C 組のコラボ企画として、こう取り組みを進めてまいりました、コンビニデザート和歌山ポンチなんです。おー、すごい、ファミリーマートで、新しい、すごいな。そっか、あ、おいしい、ユッキーどう？おいしそうだね、これ。梅、すごいおいしいですね、おいしい、めっちゃ美味しい。いや、まあ皆さん本当に今日はもう谷口さんのおかげで非常に盛り上がってるね。そうですね、ありがとうございます。あの、このままもう行っててください。言っていただきたいと思います。はい、ということでですね、あの、ここからいいですか、締めて。はい、ここからまでは皆さんからのお便りお待ちしてますのでね、どしどし送ってください。ということで、所長、最後に締めの一言お願いします。和歌山ポンチのジョワジョワ系、今日のユッキー、ジェラシーメラメラ系。メラメラ系、さよなら。メラメラ。最後は今回の特典をおさらい。味どころ三花見では24日まで和歌山ポンチ注文でソフトドリンクをプレゼント。休暇村紀州加田では31日まで和歌ポンが300円、信濃寺全店舗で31日まで和歌山ポンチが300円に。中国料理ニーハオでは24日までの期間中、毎日先着5名様に和歌山ポンチをプレゼント。いずれもココラボ見たよでサービスが受けられます。